ではアナリティクスとはなぜ重要なのかなぜ、えー、何ができるのかにつきまして私 SAS 営業部の増山がご説明をさせていただきます。まずビジネスインテリジェンスとビジネスアナリティクス何が違うのかというところから簡単にお話をさせていただきます。ビジネスインテリジェンスはこちらのスライドにもありますが下の方ですね定型レポートであったりとか、えー、非定型あとは検索ドリルダウンといったような現状あるデータを使って集計レポーティングをしていく。 つまり現状何が起きているのかというところを把握していくというところがままずビジジネススインンテリジェンスの世界になっていきます次にビジネスアナリティクスの部分なんですけどもこちらはそこからさらに一歩進んだような形になってきますのでそこは何が起きたのかこの先何が起きるのかそして例えば需要予測をされるような場合であればこれがどれだけ売れていくのかとかあとは会員数が増えていくようであればこれが会員がどう増減していくのかとか。 こういいったものを見ていくときに使るなので過去の BI の部分になってきますどちらかというと集計の世界になってきますがビジネスアナリティクスの世界は統計分析であったりとか最近の AI 機械学習といったような方法を使っていきながら分析のプロセスを進めていくような流れになっていきますではアナリティクスはなぜ重要なのかというところについて簡単にお話をさせていただきますアナリティクス過去はどちらかというと 経験度胸といわれるいわゆる KKD の世界で行われていましたいわゆる分析できる方がいらっしゃらなくてもいわゆる職人計算的な形で予測ができる方で、多分皆さんの会社にもいらっしゃると思いますそういった方々の頭の中身をやはり具現化していくというのは比較的今後必要になってくる世界になってきますのでここの部分でアナリティクスという技術が生きてきます アナリティクスによってデータに基づいたより良い意思決定というものを行うことができるようになってきます従来までとそのベテランの方の頭の中身頼りだったものがこういった数字的に科学的に証明されることが必要になってくるかと思いますでその中で例えば下記のような質問としてこれ何が起きたのかであったりなぜそのようなことが起きてしまったのかなどを解析していくことができるようになってきますそしてこの SAS のアナリティクスによっていわゆる ベテランの方の頭の中身であった不確実,不確実な部分を低減してあげてより正確に未来を予測してあげるという世界を実現することができるようになってきます。アナリティクスの最終的なゴールは分析の精度を高めていくというものではなくどちらかというとビジネスの価値を得ることという形になりますので、まあ、モデルが出来上がってその中からビジネスにどれだけ広めていくことができるのか適用できるのかというのがポイントになってきます。 ではアナリティクスによって分かることというところで先ほど BI と BA ビジネスアナリティクスの違いというところをご説明させていただきましたこの絵の中ですと下の部分ですね事実を理解するというところが先ほどの BI の部分になってきますので診断的アナリティクスというところであったり技術的アナリティクスというところになってきますこちらの手段というところにありますけれども技術統計であったりクロス集計 こういったものを使っていきながら現状何が起きているのかというものを把握していくのがどちらかというと事実を理解すするというフェーズになってきますビジネスアナリティクスに入ってくる部分になってきますと将来を予測し行動を決定するという部分に入ってきますのでこの中ですと最適化であったりとか支持的アナリティクスという部分であったり予測的アナリティクスという部分に入っていきます。 でこの中で分かることというのは複数の選択肢制約条件の中から最適な選択肢を発見していくことであったり今後どれくらいの確率で何が起こるのかというものを発見することができるというところがここの特徴になっていきます。で手段としましては右側の方にありますが数理の最適化であったりとか予測モデリング機械学習といった方法を使っていきながら解析をしていく流れになっていきます。 では分析を進めていく上でどのような形で進めていくのかというものを次の図に示させていただきます。SAS では SAS アナリティクス・ライフサイクルという言い方をしていますがこの真ん中にある「問い」という部分ですねここでまず分析をしていく中でも何かしら分析テーマというものが必要になってくるかと思います。その場合に「問い」というところで何か例えば顧客分析をしていくとかテーマがあった場合その部分に対してデータの準備というフェーズが入ります。 まずその分析を行うためにどんなデータがあるのかというところでいろいろなデータを集めていくデータの準備のフェーズがありますでその中から今度は探索というフェーズを使ってまあその中からどういった今データがあるのかなというものを把握をしていくそして次にモデリングという世界が入ります実際に分析をしていくような流れのところですねでそこから出てきたモデル分析結果をベースにしてビジネスに適用できるのかというものを実装実行していきます でこれで問題なく、えー、できますよできるんですかというところを評価のフェーズに入っていただいて実際にビジネスに適用してから評価が良ければそのまま適用していければいいと思いますしその中からまた新たなる課題が出てきた場合にはこの真ん中にある問いから入っていただいて繰り返ししていくこの8の字を横にしている無限大のよう,ような形で分析のプロセスを進めていくことができるような形になっています。 ではそのプロセスを進めていく上で予測モデリングの適用例としてどのようなものがあるかというものを簡単に図に図させていたただきました例としては例えばキャンペーンに反応するか予測をしていきたい来月の売上額を予測したい休眠してしまうお客様を予測していきたい次に何をこの人は購入してくれるのか予測してみたいとか入退会の原因を予測していきたいなどさまざまなテーマがあるかと思います。 これを予測することによってメリットとしては将来を予測することによって資源投入の最適化効果の最大化などがありますまた予測対象と原因というものを把握することによって予測結果を改善するための示唆を得ることができるようになります予測モデルの流れというところで簡単に一例をご紹介させていただきます 必ずデータはあるかと思いますので、まあ、データウェアハウスとこの絵ではか書かせていただいていますけども例えば普段皆さんがお使いの Excel ファイルであったりとか CSV のファイルとかでもこちらは問題ありません。その中にはさまざまなお客様の会員情報であったり購入の履歴であったりまたはその方のポイント情報であったりさまざまな情報があるかと思います。このようなデータをまず分析ツールの中にデータを取り込んでいきます。 でその他からデータを加工して分析しやすい状態に持っていきましてそこからまず集計やグラフをを使って傾向を把握をしていきますそしてある程度の傾向が分かってきた段階でじゃあどういったモデルが使っていけるのかというものを分析をしていきます。ここでスコアリングすることによってこの人に対してこの人は例えば購入する可能性が何パーセントになるのかとかそういったものを予測することができるようになります。 でそのデータを一度データウェアハウスの方に書き込んでいただいて例えば見込み客分析をしていくようであれば購入確率が高い層のお客様を相ーかけていただいてその方々に対して DM を発送していくその後 DM を発送していただいて DM の反応があった人たちっていうものをさらに解析していくようであれば先ほどのアナリティクスライフサイクルの絵を使っていただいてまた分析のプロセスを一から作っていくっていうことができるのが一つのこの予測モデリングの一例となります。 ではその予測モデリングなんですけども例えばどういうふうにイメージ出てくるのかと言いますとまず最初はモデルの作成というところがあります図の左上の部分ですまずこちらは既存のお客様のデータがありますこの中には顧客属性顧客の購買状況キャンペーンの反応情報などが入っていますこういったものを使っていただいて例えば過去の お客様のののの情報ををを使っっててキャンンペーンに反応したのかししたたかかかなといいうものを解析をしていきますでここでモデルというものが出来上がりましたら当然新規のお客様であったりとか休眠されてるお客様に対してキャンペーンを行っていきたいある特定の商品を販売をしていきたいという場合にはそこで作られたモデルを適用することによってこの方は見込み客になる可能性が何なのかというものを解析していくことができるようになります。ここでスコアリングされたデータを 上位何パーセントというところをくくっていただいてから DM を発送していくというところの流れを作っていただくことが可能かと思いますではこの後からは実際に製品を使いましてデモを行っていきたいと思います